発信する人は漫画の主人公じゃないといけないと私は常々思っているんですが、ドラゴンボール持って1ページ目開いた時にドラゴンボールゲットさせって言ったら、えっ、誰じゃないですか。やっぱりいろいろあってドラゴンボールがゲットできたんだって嬉しいじゃないですか。じゃないと物語はならないし、ならないしストーリーにはならないので、やっぱり私のファンになってもらうためにはそのストーリー作りってところを大事にしないといけないで、ストーリー作りって意識でいると何か失敗しても第2章へ続くって持っていけるんで、私は次もいけるぜみたいな気持ちになれるんじゃないかなと思います。私がもう一つ選んだのは、高橋ひろきさん、映像ディレクターの高橋ひろきさんの1秒で掴むです。YouTube の動画も最初の頃は自分で編集してたんですけど、その編集するにあたっても画像で、インスタグラムの画像で写真撮るにしても、ツイッターの文章を考えるにしても、たったそれだけのことかもしれないけど、相当いろんなことをまず考えて発信しなければならないという心構えにさせられた本ではあるんですが、じゃないとその心は一秒でつかめないよねっていう、お前ちゃんと考えろよって言われたような本で、この暑さからね、そうなんですけど、相手視点になって、ファンファーストというか視聴者ファーストになって自分の脳をゼロにして、本当にパッと何も知らない状態から見ても入り込めるかとか、私のことを何も知らなくてもこの YouTube を見てくれるかっていう、やっぱどうしても発信をしているとファンの方が、ね、ついてくださって、どうしてもそのファンの方に向けた発信であったりとか、ファンの方が求めるものっていう、それも作ることもすごく大事なんですけれども、新しい人が入ってきづらい空気感にもなってしまうと思うんですね、それやりすぎていると。なので途中から見に来た人も楽しめるし、ずっといる人も楽しめるっていうのはすごく考えさせられた本だったかなと思います。なんだっけな、ひたすらなぜと突き詰めて、取材者として一番大切なことは取材者自身を取材することであると。相手にどんだけ取材するかも大事だけど、まず自分が自分のことどんだけ取材できてるかが、自分が何が面白いと思うかとか、だからまずは自分が自分のことを本当にめちゃくちゃ知っていて、自分の強み弱みをいかにどんだけ楽しくポップに届けられるかっていう、ファンイベントを開催したんですね。普通に男女問わず誰でも来れるイベントと、春から上京してくる地方の18歳の女の子限定のイベントがあったんですね。どっちの方が応募者数が多かったかっていうと、後者の限定された方だったんですよ。だってこっちの方が男女も来れるし、誰でも年齢問わないし、誰でも来れるじゃんって思うじゃないですか。だけどこっちの方が多かった理由として、私が思っているのは、実際にその疑問を解決しすぎてめっちゃみんなに聞いたんですね、来てる人たちに。でそれでやっぱ答えていたのが、誰が来るかが横並びですかね、が分かりやすいから安心感があったって言ってたんですね。私行っていいんかなって思う場所って行きづらくないですか、なんか。でもそれこそドレスコードが決まってた方が楽しく、あ、こんな人もいるから来ていこうかなって楽しめるみたいな感じで、どんな人がいるかが想像できた方がその場を楽しめると私は思っているので、この本の言葉を借りると、取材をし続けていて、で自分のことを取材するっていうことは、例えばこういうことがやりたい、こういうことを発信していきたいっていうのが出てくると、それは誰に届けたいかにつながってくると思うんですね。なぜ私がそうやって考えてるのとか、自分の中のなぜ、どうしてっていうのを深掘っていくことこそが、自分動機ですよねを
をちゃんと集めてそれを届けていくっていうことはすごく愛される要因になるのかなと思っていて、この本でも東野圭吾力っていうところで、やっぱ東野圭吾の作品は犯人にもしっかり動機がある、だから犯人でさえ愛せるんですって書いてるんですけれども、そこの動機がないとやっぱり愛せないし応援はできないと思っているので、そういう意味で自分の中の動機集めというかまあしっかりやってます。その上で私はすごく意識してるのが、ユーコスというものを YouTube なりインスタなりで見た時に、見た人は友達、クラスメイトやし会社の人たち、学校の中でユーコスを見た人は学校の友達に何て伝えてるんだろうっていうところはめちゃくちゃ考えてたんですね。この本の中にも書いてあったんですけど、その媒介者がどう伝えるかと考えた時点でそれはストーリーそのものだっておっしゃられてたんですけれども、だよねって思ってなんかすごくそれがないとやっぱ広がるもんも広がっていかないし、その人のストーリーの中に入れてほしいというか、ユーコス自身入れてもらうためにはどう伝えているのかまで想像しないといけないなと思っていて、例えばユーコス見た時にきっとこう言うと思うんですよ。大学生の時はねえねえユーコスって知ってる、なんかモテクリエイターっていうらしいんだけどさ、メイクのことをすっごいぶりっ子に伝えててめっちゃうざいなって最初思ってたんだけど、なんか見てたら確かにこれやったら面白い、やってみようかなって思って、なんか面白いメイクテクニック、アドトテクニックめっちゃ紹介してて、ちょっと見てみらんみたいな感じで言ってるんじゃなかろうかと。あとはそれをさりげなく誘導してました。生配信の時とかにユーコスが例えばこの本を紹介してたと、でこれただただ紹介してよかったよだけじゃなくって、ちょみんな私インフルエンサーになりたいと、影響力持ってそれを仕事にしてどんどんブランド作っていきたい、いろんなところに出ていきたい、だからみんなが私が紹介したものを誰かに紹介してくれたり買ってくれたり、それが影響力というもんだから、みんなユーコスの発信を見てこれ買ってみようかなとか、これ見てみようかなと思ったら、ツイッターとかインスタとかで紹介するときにハッシュタグユーコス現象とかつけてみんな発信してよと、そういう感じでこう嫌味たらしくなくポップにそれを言ってたんですよね。やっぱ最初はコアなファンが大事ですから、コアなファンたちにそう伝えていって、でコアなファンの人たちはそれをあくまで、私がそれを本気で本当にそうじゃないとダメなんですとかじゃなくて、あくまでポップにネタとして言ってたんで、そしてそれがありがたいことにそれが結構いろんなところで起きたんで、いろんなところからお話いただいて、いやなんかユーコス現象って言ってくる人結構いるんですよねって言って、いろんな大手の方から仕事をいただけなって、それをまたファンに伝えて、みんなのおかげで仕事取ってこれたよって言ってっていう、本当になんかみんなが私のユーコスというタレントのストーリーの中にみんなが参加してくれてるんですよね。シンプルにやっぱ発信する人は漫画の主人公じゃないといけないと私は常々思っているんですが、ドラゴンボール持って1ページ目開いた時にドラゴンボールゲットさせって言ったら、えってなるじゃないですか。なんかおもんなというか、おもんないもクソもないというか、やっぱりいろいろあってドラゴンボールがゲットできたんだって嬉しいじゃないですか、こっちも。じゃないと物語はならないし、ならないしストーリーにはならないので、やっぱり私のファンになってもらうためにはそのストーリー作りってところを大事にしないといけない。でストーリー作りって意識でいると、何か失敗しても第2章へ続くって持っていけるんで、最初からドーンと行こうって思ってる人もきっといらっしゃると思うんですね。最初から何万人のフォロワーがみたいな、じゃなくて私としては少ないところから始めた方がそれもストーリーになると思うので、少ないところからこういう過程があって最初はこうなったんだけど、どんどん盛り上がっていって、最初はこんな感じだったんだよっていう、だからまあ最初から発信した方がいいよねと思うし、私はもう勝ち癖って言い方なんか嫌だななんていうのかな、勝ち癖、勝ち気だと思うんですね、性格的に。なんでかなと思った時に、なんかやっぱり、YouTube で始めた時に最初こう初速が良かったからとか、多分その初速が良かったのもきっと成功してるから成功してきたと思うんですね負けん気が強いというか、私は絶対勝つよみたいな、それのために何か小さなことでもいいから、私は多分インフルエンサーとか YouTuber の中で勝とうとしたら勝てなかったと思うんですけど、モテクリエイターで1位になれたんですよね。そういう1位になれた成功体験をちょっとずつ積んでいくと、なんかこう私は次もいけるぜみたいな気持ちになれるんじゃないかなと思いますThank you.
本読んでるけどあんま字がないんですよ。じゃあワンピース読んでるってなったらもう気持ちはグランドラインにいるわけですよ。僕はもう一海賊としてグランドラインにいるっていう目線でずっと読んでる。その現実にいない時間になるんで、だから多分嫌だったんでしょうね、生きてるのが。